なんかこの3人のってあります？撮影。ないですね。ないです。なんかちょっと新鮮な感じなんですけど。確かに。関西弁が行き交ってます。2対1。関東多めで森本さんとかだけど。ね、で僕いつも年長、年少なんですけど、年長者でこういうふうに言ったもないですね。じゃあ珍しい。今日回し役として。僕がですか。はい。はい、どうもそういう感じで。繰り返してるので。いくよ。でねん。でねん。はい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 。選手の歴史、塗り替えこれやりましたね。スタート。ちょ、山田さん一回はどうぞやってみて。これはこうよ。これはこうよ。1。おい！なんかあそこ一回ちょっとで直発にしてますね。これこう入れ替えちゃって。よーい、スタート。俺は間違いないわ。あー、このシャツがもう黒いもん。明らかに、うん、あれ、これも黒着てます。あ、黒ね、2回着てると思う。この着てるやつは絶対そうね、そう、過去の方に行っちゃう。そう、これは間違いない。うん、そうですね。僕は自信あるんですけど、うん、ああ僕らも多すぎじゃないですか。これドラゴン初回ですよね。いや、初回はね夕方なのよ。あと30秒です。それ紹介してます。それ紹介してます。それ紹介してます。で、これ、これ足やってるんですよ、実は夜。おぉ、この中で感動の何かいいんですか。それ一番新しいわ。ほっちゃん大きいです。ほっちゃん一番いいとな。じゃあ、これ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 誰だ。15秒。これ誰だ、これ。これ、ミユになってる。じゃあ、じゃあ、10。ミユになってる。あ、ミユちっちゃい。8、7、6、5。これ、これでも最近撮ろう。3、2、はい、終了です。いや、まだだな、これは。ということで、正解数は4つです。4つね。はい。4つ。2回目のチャレンジに行きたいと思います。こちらまだヒントはございません。では、行きます。よーい、スタート。これはね、これ合ってる。合ってる。あ、これ合ってる。じゃあここまでは多分合ってると思う。いや、これが合ってんじゃない。ああ、じゃあ、じゃあどこまで。1、2、3、4なんじゃないか。ああ、じゃあこれがもしかしたら、それはもうちょっと後半かもしれない。37回ってこれ僕出た時暗くて、皆さんその後にされてるすごい面白い気がします。これは、これ2018年ですわ。これ2018年。的確ですね。これ2018年。あれ、あれ、あれが35回大会だ。35? ドラゴン8歳。じゃあ8、ここら辺でいいですか。でもここが…これは謎すぎるんですけど。お前、俺の家族写真で謎すぎるんだよ。それ、タップするだろ。あと15秒です。第何回かは分からん。そういうことです。これが謎だよ、お前。6、5、4、3、2、1。あれ、今変えたの？2個、2個だ。はい、正解数がですね、変わっておりません。4つになります。じゃあ、一つどうしてもわからないものだけ場所を教えます。どこなのか。なるほど。お願いします。じゃあ、これも気になるのよ。どっちかですね。これ何を言ってんの。屋根がありますよ、これ。おっ、クリア射的じゃないこれ。そうですね。だいぶ前だこれ。ないですよね、最近。はぁ、いいとこ気がついたね、よっちゃん。これでも、じゃあ、よし、どれ教えてもらう。これがここに来る。そこに来ます。ここってことですね。はい、そこに来ます。じゃあ、分かった。あ、分かんない。よーい、スタート。これ30秒です。ここなんじゃ。ここですよ。そう、俺もそう思ったんだよ。これがあるから。あ、で、これドラゴングライダー、これ初登場だから。お願いします。これでも正解。北だろ。初登場で、足首やってました。これなんだろう、これ。これ2つ。これドローンなんだ。あー、おお、なるほど。賢い。5、4、3、2、1、終了です。
まあ、一番あるじゃないですか、なんか。はい。自分のことなのに分からないもんね。ですね。一番どれが難しかったですか。これだよ。読めないですよね。山本さん結構細かいとこ気づかれますよね、うん、全部。もう一番経験少ないですけど、こういうところだけは。確かにそうだね、ドローンだから最近じゃないとかね。ドラゴングライダーの並びは、日置さんから改めてなぜその並びにしたか教えてもらっていいですか。これは初めてのドラゴングライダークリアはこれ覚えてるんですよ、このシーン。髪型も覚えてますね。へぇ。夜のドラゴングライダーって、俺足首捻挫して出た大会が俺70番だった、71番だったかな、絶対ちょっと後半だったの俺の中では。で、車だったと思うんだよ。でも 俺全部クリフで来ると思ったから。それはきついですね。ファーストで最初これでいいんじゃないですか。正解です。おお、すげえ、すげえ、なんですか。すげえ、すげえ。最後の一回。いや、MVP だよ、これ。ここのところも。はい。やる気元気、よしゆき。何それ。これ25、29は覚えてますね。これ初めてファーストクリアした。はい、町の電気屋さん、町の電気屋さん、残りは7秒、さあ、ここからだ、ここからだ、日置、行くんだ、日置、いったー、ダーッ、よっしゃー。これなんですか。マイホームが伸びてきた、僕に見られますので、はい、喜んでる表情を出させてもらいます。マイホーム建てたーって。この時すげえスタミナあった大会だったの覚えてる。ああ、うん、ちゃんと覚えてる。二十何秒残してクリアしたら。そうですね。やっほー、やっほー、やったよ。これドラゴン初登場からです。初一人目のクリア。どうなのか、日置、ドラゴングライダークリアをしていく。どうだ、いったー。山本さんがよくお気づきになりますし、ドラゴン映像、これは一番最近ですか。そうですね。あ、はい、子供も増えてきましたね。こんなにスタート台に人間が上がるのもない。5人上がったんですね。いや、正解したらすごいなと思います。よく正解したなと思って。本当にこれ一人だったら無理だよ。あー、確かに気がないと難しいですよね。森本なんかずっと髪型一緒じゃん。途中ちょっとだけ変わってますね。それは歴史じゃなくて間違い探しでしょ。よっちゃんいなかったら無理だった。おー、何でしたっけ。やる気、元気、よしゆき。楽しかった。はい、でも正解、イエーイ。新作動画続々公開中。チャンネル登録よろしく。